テレビ朝日系、ハトリ新一モーニングショー、月曜から金曜午前8時、が14日に生放送され、大谷翔平投手、30、と山本義信投手、26、が所属するドジャースのポストシーズンを特集。解説者としてメッツなどで投手として活躍した元メジャーリーガーの五十嵐良太氏が出演した。ドジャースはパドレスとの地区シリーズを勝ち上がり、この日、 リーグ優勝決定シリーズ第一戦の本拠地、メッツ戦に臨む。大谷は1番、DH で先発出場、メッツ先発の千賀高大投手、31との日本人対決に注目が集まる。パドレスとの5試合で大谷は打率2割、1本塁打、4打点と本来の調子とは言えなかった。これにコメンテーターの俳優、石原良純は、パドレスとの 最終戦で大谷はあまり良くなかった。大丈夫なんですかと心配そう。五十嵐氏は大丈夫です。決して状態は悪くない。大谷選手は打たなかったら、その次の試合で修正して打つというのを繰り返しているので、このまま打ち続けないということはないと断言していた。